科学生の皆さん、こんにちは。えー、レクス定任講師の坪倉と言います。えー、今回の動画はですね、えー、公務員試験のいりゆ、えー、筆記試験についてちょっとお話をしていこうかなというふうに思っています。で、そもそもまあその筆記試験、公務員試験やる上で、筆記とどうも面接があるらしいっていうのはなんとなく聞いたことあるんじゃないかなと思います。で、えー、この倍率のところ、ざっくりとだけさっき言っとくと、国家公務員の方が えまあ筆記試験と面接の倍率のところでいうとやや筆記の方が高くなりやすい傾向はゼロではないですまあゃ本当にビビタルさんですけどで一方で地方公務員の子は面接のところの配点が明らかに高くなりやすいという傾向がありますまあそれは前提にだからこのバランスの取り方っていうのが結構大事なんですね筆記試験と面接のバランスの取り方が大事だよと思っててくださいでそういうのはまあ前提に筆記と面接のじゃバランスの取り方が大事だっていうことを知ってもらった上で ね、その上でじゃあ皆さん公務員試験ってなった時に多くの人がこの勉強面のとこで言うといや正直科目多くやるのめんどくさいよねってなる人もいるんですねいやもうできるんだったらまあ勉強はあんましたくないまあぶっちゃけそれでいいですまあでしょっていうところは正直ゼロではないんで、えー、そうなった時にじゃあどうなってんだと勉強のところって話を少ししていこうと思いますで実はあのー うちのところに来てもらってる感覚の子の多くは正直こっちをやることが多いんですね。教養と専門と。え、なんで一番多い科目やんのと。先輩たちと。ねえ、なんか予備校がさせてんのかっていうとそうじゃなくて、多くの人こっちを選ぶ人が多いんです。で、なんでかというと、はい、見ててくださいね。実は、あの、公務員試験のところの勉強で、教養という科目と専門という科目があります。まあ、今から説明します。で、 教養だけっていう試験も受けれます。そういうのもあります。で、SPI と言われる、えー、などにしときましょう。などの適正試験という、なんか民間っぽい試験で受ける、えー、自治体さんもいくつかあります。ね。で、こうなった時に、まあ、あの、よく言われるのは、併願先がこっちの方が、まあ、全部あるやつの方が一番多く受けれますよと。で、下に行けば行くほど併願できるところが少なくなっていきますよ、なんて言ったりします。 でもその一方でなんか教養だけでも併願できるところは一定数ありますよなんていうふうに説明も受けるのでえだったらいいやこれぐらいから始めようぜっていう人が多いんですけどはっきり言いますえなんで皆さんの先輩がじゃあそのような状況の中で併願先もそこそこあるえ教養っていう形もそこそこあるのになんで教養と専門を受験するのかはい今からの話がポイントですいきましょう確かに科目のところだけで見るのであれば 教養と専門のところは多いですよね。で、こっからスーッと下に行ってて、SPI という民間試験を受ける場合の方が、科目の負担は少なくなりますよね。これはあの SPI とかって適正試験ってやつですけど、これの方が科目的には明らかに少なくなるんですよ。で、そしたらなんだこっちで受ければいいじゃんみたいな。えなりがちなんですが、実はこの参用予定数のところで言うと、この SPI 型の試験のところの方が、 え比較的と書いておきますあの違うところもあるからね比較的はい採用予定数も少ないんですよ少なめなんですよで逆にこの教養と専門ありの方が採用予定数が多くなりやすいんですよ採用予定数が多くなりやすいんですあなるほどはいってことはどうなるか皆さん ここの数字を入れたときにどうなるかというと、聞いてみてね。科目のとこだけ見てる人が多くの受験生が、なんか教養っていうふうな形だけでも公務員受けれるらしくて、専門とかだるいやん、みたいなね。えー、そんなめんどくさいやん、勉強とかしんどいし、えー、もうこっちだけでいいやん、こっち受けようぜって、多分科目だけ見てる人は多分そうなるでしょう。そうするとどうなるか、はい、見てください。こっちは採用予定数が少ないのに、科目が少ないってことは受験生が増えるんですよね。 受験生、増えますよね。そしたら、受験生が増えるのに採用定数が少ないってことは何が起こるか。倍率のところでめちゃくちゃ倍率が上がるんだよね。ここの倍率のところが、え、実は、40倍とか50倍になる試験が全然出てきちゃうんですよ。え、マジでって思いません 40人か50人一人しか通らない試験が出てくる。はい。だから、正直な話、いあの、公務員試験の筆記だけを見てる状態で、こっちの方が負担少なそうだからやろうぜっていう人の方が、倍率がめちゃくちゃ高いところに飛び込んでいってるんですよ。しかも、併願先が少ないんですよ、こっち。併願先が少ないところに、わざわざ飛び込んでいってるから、それは負担がでかいよってなるんですよ。結果論から言うと。そしたら、あ、 それって、いや、公務員試験って、やっぱりさ、みたいなことを言う人が出てくるけど、申し訳ない。それはあなたが情報の分析をできてない証拠なんです。あなたが情報をちゃんと仕入れなかったからだよってなっちゃうんです。むしろ、私は個人的に、えー、感覚の子たちが多くの人がこっちを受けてるのは理由として、いや、こっち確かに科目多いし大変だ。でも、先輩たちも対策してしっかり合格してってる。そして、採用予定数こっちの方が多いんでしょう。と だって実際自治体さんとか80人とか100人とか全然取るところも全然ありますからね。そうなったらこっちの方が倍率が下がるんですよ。だって、科目が多いってことは受験生、うわ勉強しんどそう、やめとこかっていう人は絶対出てくるでしょ。受験生が増えすぎないんです。でも採用予定数が多いんでしょってことは倍率がどうなるかっていうと、例えば5倍から10倍とかになっちゃうんですよ。これ筆記試験と面接ですよ。両方合わせた倍率ですよ。皆さんいいか 筆記だけじゃないよ。筆記と面接の数字掛け合わせてこれ。だから筆記試験が2倍とか全然出てくるんですよ。ね。どっちがいいかって考えた時に私は内定を取るためにはこっちからあの、漢学の子が勉強してる理屈はそういう理由なんですよ。先輩方がなぜ教養専門をメインでやっていくっていう人が多いのかというとこういう理由です。だから実際あの、説明とかを聞いててね。 今からの時期だったら教養からやろうよ、教養だけやろうよっていうのはあ、勉強だけを考えたらそういうふうな話してて、そうなんだ、今から専門って大変なんだ、教養だけやろうっていうのは、正直面接のことを全く意識できてない方になっちゃうんですよ。だって皆さん、筆記試験だけ通っても何の意味もないでしょあなたは内定を取らなきゃ。ダメですもんね。内定を取るためには今のところを見た上で考えてみてください。で、その上で、じゃあ今時期がいつぐらいか。この動画を見ているのが、例えば、 春の5月とか6月なのか、はたまた、例えば、秋の9月、10月なのかによっても変わってくると思うんですが、じゃあ今のを踏まえた上で、勉強、じゃあ教養と専門で何から勉強していくべきなのかっていうことをちょっとお話ししていこうと思います。で、今回はすいません、えー、パンフレットにも一応あるんですけども、えー、これ総合ガイドという私たちがレックの方で配らせてもらってる、えー、科目一覧表のとこを使いながら少しお話をしていきます。 はいでまあ、これはあの画面上のところです、あのまあこの数値とかを見てほしいだけだから、あんまり気にしないで聞いてくださいで、公務員試験でまず教養、これは結局、どこの試験受けても大体出てくるのは教養という試験なんですが、はい、ここのところでは、はい、まず国家公務員のところからいきます、はい、国家公務員の試験のところとかで考えて、地方もいるからね、はい、国家公務員ってなったら、はい、この2つ。 文章理解と数的処理。これがもう必須だと思ってください。この二つが大事。で、この二つで、皆さん見てね。ここ27って出てきてるの見えるかな ?27。はい、これ下にちょっと写すと、まあややこしいからもう写さないけど、国家公務員の試験って大体、教養試験、40問です。いいですかちょっと上に数字書くけど、国家公務員の試験は40問なんです。40問中、この2科目で、 27点ある。実に7割がこの科目なんですよ。さあ皆さんわかりましたね、ここからやらなきゃって形です。ここからやらなきゃいかんって形なんです。いいですかねこれ地方公務員はどうなんだってなった時に、はい、地方公務員のところもちょっと移しますけども、はい、これ地方公務員、これ全国型なんていうのもあるんですけども、こっち、 これ、地方公務員の全国化だって言ってますが、関西圏だろうが、あの中部北陸とか、微妙に問題数変わるんだけども、一応こっちのところも見てください。これらの試験で、まあ、40分の25点。25点。はい。だいたい6割強ですね。6割強がこの文章理解と数的処理。ってことは、この2科目が、まずは必須になるということですね。この2科目、文章理解と数的処理が必須になります。で、 え文章理解、えー、もう端的に言いますね。えー、詳しい話はもう直接また聞いていただいてもいいんですけども、文章理解、これ現代文、英文なんですが、この勉強は皆さんやったことを多分どっかであると思います。長文読解なんですよ、実は。で、好き嫌いで言うのはまあ別として、やったことあるので、まあまあまあそんな感じかってイメージしやすい。で、そうすると、これ、俺、私得意かもっていう人が出てくるんですね。いっぱいいるんですよ。 で特ににのとかに関してえ結構多いんですでじゃあどれぐらい取れそうっつったら「そうっすねー」とまあ23問ミスぐらい11問あるんですよ文章理解ってまあ11問あったら23問ミスぐらいでいけますかねって言うんですよで別にいいことなんですけど、はい、実際これ受験生の平均点ってどれぐらいかっていうと11分の8大体いい3問ミスが平均なんですよだから23問ミスぐらいでいけるから得意じゃないんですよそれ平均なんですよねだから公務員試験のとこでこの文章理解がいける 正解できる。だから得意だって、これは間違いなんです。みんなできちゃうので、ここではスピードと正確さが試されるんです。いかに早く正確に問題を解いていくかという練習が必要なんですね。いいですかだから、なんとなく読んで意味がわかるからでほったらかしてると、スピード不足で負けるんです。そういう対策が必要。じゃあ続いて、一番でも逆に言うとネックになるのは、この数的処理という科目。こいつが一番ネック。こいつが一番ネック。 この数的処理という科目のところが、ええー、まあ実際科学の子とかね、ええー、みんな聞いてて、一番、わぁ、しんどいなぁ、大変やなぁってなるのは、これです。この数的処理。これが一番、ええー、まあ、負担が大きいというか、大変です。ね、ちょっとだけ、まあ、プラスアルファで言っとくと、この数的という科目、二つ特に大事なのがあって、見えるかなみんなこれ。はい。 判断推理と数的推理っていうのがあって皆さん数っていう字を聞いたらえ数学じゃねえのって思ったでしょ数学とはちょっと違うんです。で、ね、この判断推理っていうやつが科学の項で多くの方がまあどっちかっていうとまあ,あの文系系の学部の子が多いっていうのもあるかもしれないですけども、えー、もちろん理系の学部の方とかに関しては今から言うこと逆になるんだけどねはい、えー、もともとその文系系の項とかに関しては判断推理ってどっちかというとパズル系なんですね。 例えば、嘘ついてるのが誰か、今の会話の中から推理せよ、とかね。ね。えー、あとは、例えば、おにぎりを、なんか、A 君から D 君までおにぎり買いに行ったんですよ、コンビニとかで。あの、例えばビあの、ビッグパパとかでか、あの、食べてたのもいいんですよ。ね。えーまあおにぎり食うてたと。そしたら、どのおにぎりを選びましたかみたいな。A 君は、鮭と梅干し、みたいなね。えー、B 君は、えー、何があるかな。えー、だから、例えば、そうですね、えー、昆布と、みたいな。 え、あとは、ぐなしみたいな感じで。え、いうような形では出てきてて、誰がどの組み合わせを選びましたか、やりましょうみたいな。こんな感じが出てくるんですよ。でこういうパズルみたいな問題のところは、時間がかかるけど、やり方さえ分かってると、ちゃんと正解にたどり着きやすいんです。で、こっちは点を取っていけるんですが、多くの受験生の子は、もう一つの、数的推理っていうのが苦手なんです。数的推理。数的推理。 こっちを苦手意識持つ人が多くてこれいわゆる計算系ですでどっちかというとあの高校の例えば数学とかと違って中学高校入試の算数数学に近いと思って、まあ、いわゆる頭柔らかくしましょうタイプですよ、ねえー、例えばあの、まあ、阪急とかで来られる方とかだったらあの、ね、例えば西宮のところとか北口のところですね北口のところらへんのところで塾の広告いっぱいあるじゃないですか ね、あの辺のところとかで塾の広告とかでこの入試問題解けますかみたいな書いてるでしょ、はい、ああいうふうな形の算数数学に近いんですよ頭柔らかくとでこの頭柔らかくしましょうっていうタイプの問題って問題やっててみんな苦手意識持ってるじゃないですかで数学できる人っていや簡単じゃんって言うかもしれない文献の方苦手はいここはそういう苦手な人がいかにちゃんと点数を取っていくかっていうのが一つ鍵になってきます 理系の方はだからこれ逆ね数学的なことは得意かもしれないけどパズル系がめんどくせえしんどいっつってやりたくないっていう人が多いからそこちょっとお互いちょっとお互いねフォローし合わなきゃいけないんだけど少なくとも数的推理っていうところは覚えてほしいのはなんで頭が柔らかくないかってなった時にそれは単純なんですあなたがやり方をいくつかあるやり方を知らないからなんです ね、何か、例えば皆さん、食塩水の濃度って私よく例えで使うんだけど、食塩水の濃度って、はっきり言って、皆さんは多分、X を使った方程式のやり方しか知らないと思うんです、ほとんどの人。いや、そうじゃねえよって人はそれでいい。はい。そう、だから嫌いなんだよねって思った人。そう、それあ,あなたの頭が硬いって言われる理由なんです。で何か、実はこれあの、食塩水の濃度って中学受験経験してる人は、小学校5年生、6年生解くんですよね、食塩水の濃度。で、彼らは、 方程式のやり方知らないんですよ。でも彼らは解けるんです。なんでか別のやり方してるからです。そう、実は面積の図みたいなのを書いたりとか、天秤の図を書いたりしたら簡単に解けるんですよね。そう、問題はそこなんです。そのやり方、いくつかのやり方をちゃんと知ってて、どれが一番簡単かなっていうのをやるのが数的勝利なんです。ですので、 数的推理が苦手な人ってそもそももともと数学的な解き方を知らない子が多いのでそれは一緒に練習していこうってなるだからなんで問題集のところとかだけだと難しいかというとそう問題集でやる子はもともとやり方知ってる子はそれでいいんですよあこのやり方もありだよねって参考にすればいいからでも苦手な子はその問題集に書いてるやり方だけやったら解けない問題が出てくるのは当たり前なんです だから、こういう風な時にこっちのやり方の方が使い勝手がいいんだよっていうのを汎用性があるやり方っていうのを習うのが予備校なんですよ。で、それをやらないでいくと苦手だ、苦手だってなっちゃう。非常にもったいない。で、ただ、こんなことを言いながらも、正直この数的処理はみんな苦手です。はっきり言います。めちゃくちゃみんな苦手です。だからこそ、まずはこの数的処理っていうところが早めにスタートしていくことが必要になります。いいですかこの数的処理、これがネックです。で、 ただ別にこの数的処理で満点取らなきゃいけないこともありません。で、私は数的処理の先生とかだとこの数的でいっぱい点取ろうねだけを多分言うと思うんですがまあ確かに取ってほしい。ですが取れなかったら不合格ですかってんなことないんですよ。だってこれらの科目をまずやることは時間がかかるっていう風な科目でもあるからかもしれないけどももう一個。 じゃあ、あなたが受かるために数的処理で今何点ぐらいは取れそうなのかを先に見て、その上でその後の戦略ですね。あ、暗記系得意なんだね。じゃあ暗記系のところで伸ばすってことも考えなきゃいけないよねとか、そういうふうな形で戦略を立てていくことが必要なんですよ。よろしいですかあの、その戦略とか関係なく、自分の教えたい科目だけで言うんやったら数的できるようになれっていうのも一つかもしれないですよ。でもできない子からしたら、じゃあそれで不合格になっちゃうわけですよ。 じゃないよね。あなたは別に数的を解くことが目標じゃなくて、内定を取ることが目標なんだったら、あなたが数的処理でどれぐらい点が取れて、どういうところでフォローしなきゃいけないかを考えなきゃいけないよね。だから皆さんは、まず文章理解数的処理を教養試験っていうのをやって、その上で対策をしていきましょうって形になります。はい。解き方を学ぶ。ね。過去問をしっかりやるってことをしてください。で、続いて、はい。専門いきます。はい。教養と専門です。で、専門試験っていうところについては、 はい、これもいろんな試験科目あるんですけども皆さんにこれいろんな学部の方も、えー、来られますけども科学の校とかによく言ってるのはまずはどの学部とか関係なくなと、はい、まず憲法行政法民法っていう科目とこの経済言論っていう科目をやろうよというふうに言っていますこれらの科目をやろうよって言ってます、はい、この科目のところがウェイトが非常に高い でこれで大体どれぐらいあるのかというと、はい。国家公務員一般職だと、いい。これね、実は国家公務員の試験って、一般職って40問試験があるんだけど、法律3つと経済でこれ30問あるんですよ。だからこの30問をまず解いていくことが必要なので、75%ですよ。はい、これやりましょう。それから、裁判所。はい、こっちの試験。 憲法と民法で20点。で、刑法か経済言論という科目10点。どっちか取ってくださいなので、仮に経済を選んだとしたら、まあ、法学部の子で刑法を選んでもいいけど、選んだとしたら、そう、チェックしている科目で、はい、裁判所受験がもうできます。はい、それ以外。例えば、こっちのところで見ていく中で、はい、神戸行っちゃいましょう。神戸市。 神戸市とかを見たら、神戸市って、この5ってあるじゃないですか。はい。これ、5のところ全部で25個取れば、OK っていう試験なんですね。25点取ればいい。そしたら、憲法というところで、見えるかなこれでいけるはい。ね。憲法で5点。で、行政法で5点。民法が10。10点問題が出ます。で、経済言論で15点問題が出ます。はい。そうすると、 五十十五二十二十五三十三十五ってことでこの四科目で三十五点出てくるのでこのうち二十五点取ればもう受験ができるつまり法律と経済だけで受験ができちゃうんですよいいですかそういうふうな形になってるわけまあ他の地域のところもいろいろあるしこれはまた自分のところの試験はどうだとかって教えていきますけどもあとは例えば東京の特別区とか東京行きたい校とかも はい。東京も実は特別区も40問選ぶうち法律と経済で30問あるんです。75%。だからまずはこれをやりましょうなんです。だからね、専門ありな子もね、法律と経済からまずやろうよなんです。で心配しなくても、 法学部の方とか経済学部の方ばっかりが受験してるかってんなことないです。大体今受験生の、まあちょっとざっくりとした言い方で申し訳ないけど、法学部経済学部のことで多分45%とかそれぐらいかな、両方合わせて。まぁ、あ、50%いかないぐらいかな、なんですよ。あとはそれ以外の方、ええー、例えば社学の、あの社会学部の子もいるだろうし、えー、ね、小学部の子もいるだろうし、ね、それが文学部の子だっていますし、ね、えー、社会福祉系の学部の方だっておられるし、様々なんですよ。 ね、えー、あとは政策系の学部の方もおりるだし、理工から、あの、実はこういう行政の試験を受ける方だも全然すでにいます。ね、様々なんですよね。でもその頃はもう法律と経済まずやっていこう。で、そうなった時に、大学で習う内容と公務員で習う内容は微妙に違いが出てきます。 はい、あくまで大学で習うことと違って公務員試験の場合は世の中一般に使われている通説とか裁判例はどういう形になっているのかを理解して取り組むだってお仕事に関連するからねお仕事に関連するようにやっていくので大学での大学の教授さんがどう言ってるかどうかっていう話とはまた別の話になるので多学部の方も心配しなくていいです 実際レックのところでは私の方、今こうやって喋らせてもらってる私が、えー、関西のところとか特に梅田とかに関してとかは、えー、生クラスもそうですけど、インターネットの授業も私がさせていただいてるんですね。えー、ですので、そこのところで、えー、授業のところを受けていただいて、まあ私はこの単分テンションでずっと喋っていくんですけど、法律も。しっかりとそこは取らしていけるようにしていきますね。それをご安心ください。 で、また、経済に関しても、梅田のところとかもそうですし、え、神戸のところもそう、え、まあ、京都とか南波の方もそうですけども、実際、あの、収録の先生とかに関しても、まあ、生クラス出てる先生も、正直ね、そこのところで難しい科目のところだと思います、最初は。ただ、あの、そこのところで、なんでわかんねえんだ、みたいなこと絶対言いませんよ。ね。 少なくとも皆さんは分からないから公務員試験の勉強の時に予備校を考えるっていうふうな形とかそういうのを考えたり問題集を買ったりするわけじゃないですかだったらなんでストレスを感じなきゃいけないのでしょあのそんな追い込まれる必要ないですよもちろん勉強って意味でしっかりやらなきゃいけないけどなんで君分かんないんだっていや分かんねえから来てんだよって話でしょねそんななんか悪口言われるとか,なんかボロクソに言われるためにお金払うって意味ないじゃないですか だって君たちは合格するために私たちツールを使いたいだけなのになんでけなされに行くんですかって話でしょそれはもったいないだから皆さんはそういうふうなことに身を置く必要なんて全くないからわからなければ聞きゃいいんですよいいですねそのためにこの辺の科目のところやりでこの科目のところを過去問っていうところを注視してしっかりやっていきましょう過去問重視のところでしっかりやっててほしいですね過去問をしっかかかり解なないとよよく言うんんですよなんか テキストを何回も見たらいけるんだっていう人もいます。問題集なんかやらなくていいんだっていう人もいるんですよ。いや、正直な話、そういう人もいるかもしれないけど、皆さん、例えば一人暮らししてる人でもいいけど、クックパンドとかあるじゃないですか。読んでたら料理できるようになります例えば、車ありますよね。車のところとかに関してでも、そう、周りの人とか運転してる人の様子をじーっと見てたら、運転できるようになりますならないでしょ。じゃあ練習しなきゃ。 そう過去問とかを使って知識を練習するってことをしなきゃうまくならないのは皆さんは生活から分かってるはずなのにそれをやらなかったらできないだからテキストだけ読んでたらいいんだよってその特殊なこと言われても困るんですよ。ねなだから演習をしていきましょうどのぐらいのペースで何をやるかをしっかり教えていきますでこの勉強のところに関してですけども実はこれらの科目を勉強するとはい教養のところで実はえ今教養試験って7割ぐらい数的と文章理解だって言ったけど それ以外にね、この社会科学っていう科目があるんですけども、この社会科学っていう科目、これここだけ写しとこうか。はい。6問ぐらい出るんですけども、はい。パーぐらいだね。試験の15%ぐらい出るんですけども、これ、法律と経済ってなってるので、実は教養試験の社会科学って、専門科目の法律と経済と内容が重複してくるんです。もちろん重複しないところもあるけどね。 はい、でもほとんど重複するから、だから専門で法律経済やる子は結局社会科学てやらなくていいんだ。半分やらなくていいんだぐらいのつもりでいいんです。ね、これを今お話しすると、じゃあ公務員試験始めていくってなったら、数的処理と文章理解。これで70%。で、専門科目、法律、憲法、民法、行政法、経済学っていう科目で75%。 で、その系の法律と経済のところに絡んでくる社会科学っていうところが教養試験で15%まとめたら教養試験の85%え、専門試験の75%が今言った科目で終わるわけですよじゃあそっからやりましょうで皆さんにはその他の科目ってありますその他 15%25% ぐらいの問題何か選択科目ですあなたがどこの受験先をするかによって選択科目は変わっていきますだから皆さんにお伝えしたいのは例えばいきなり えー、例えばですね自然科学理系科目頑張りましょうよ科学一点出るからやりましょうよとか、えー、あなたは日本史世界史からやるんだよとかなん、えー、とかが政治学からやりなさいとか意味がないんですよはっきり言ってなんでか問題数が少ないししかも出るかどうかも受験先によるあなたはまだ受験先が決まってないのにそんな選択科目いきなりやったも仕方ないプラス その他の選択科目、今申し上げてないその他の15%、25%の科目は、時事ネタに絡むんです。ニュースに絡むんです。だから、ニュースに絡むネタのところをあまりにも早くやりすぎたら、もう一回やり直さなきゃいけない。ニュースが出終わった後にもう一回やらなきゃいけないという無駄が多いんです。だから、先に重要な科目を先にやってて、ニュースの勉強と同時並行的に選択科目をやっていこう。その頃には受験先も決まってくるしね、みたいな感じでやってほしいんです。 よろしいですかそういう形でやってください。で、皆さん、勉強面に関しては、皆さんにお伝えしたいのは、あくまで選択科目のところは一旦置いといて、主要な科目、数的処理、文書理解もそう。で、法律、憲法、行政法、民法、それから経済学。これをやっていきましょう。 ね、まずはそこから最優先でやっていくつもりでいてください。で、部活とかしながら忙しいとか、バイトしながら忙しい方も、まあもちろん、えー、生クラスとか、うちの場合とか、あとはズームを使ったりして、えー、中継の授業とかもしています。で、また、インターネットの授業、ウェブの授業が、えー、全員にあの無料で標準装備されているのがうちなので、えー、そこのところで、えー、自分のペースで受けていくこともできますので、まずは今言った科目のところを最優先でやっていくんだなっていうつもりで示してほしいんですね。 だから少なくともあの予備校のスケジュールのところを見たりするところも全然 OK なんでその際にあのどこどこの科目のところ行ってんだけどもやっときましょうでやってもいいんだけど本当に自分の試験科目のところに本当にいるのかという観点から始めていただきたいんですねで科目は授業のところだけ受けてたらいいんだよは違うとでそれやると、えー、なんか答えだけ覚えようとしちゃうからねそうじゃダメ、はい、過去問とかを演習してどこがどう出てるかをきっちりやっていきましょう ね、それをどれぐらいやるかを予備校でしっかり聞いてもらったらいいです。ね、合格ラインが私は基本ネガビビリなんでちょっと高めに言いますけども、教養6割、専門7割っていうのを、えー、目標にしてください。それよりもうちょっと下でも合格します。教養6割、専門7割。えー、これ、俺たちできんのかな私たちできんのかなと思った人、ご安心ください。皆さんの先輩方、しっかり合格してってくれてます。ね、私たちにそれは任せてください。 でむしろ勉強の授業だけとかっていう形じゃなくてむしろ、えー、秋以降のところも含めてですけどどれぐらいどのペースで何を勉強したらいいのかっていうのが予備校を使うポイントですからそれをしっかり使っていただければなと思ってますじゃあもっと詳しい話のところは直接またご相談とかいただければなぁなんて思ってますので今回の動画はこれぐらいにさせていただいて、えー、この後面接の、えー、ポイントっていうところも少しお話ししていこうと思いますでは勉強面のところについてはこれぐらいにさせてください では動画の方終わりますお疲れ様でした